中点連結定理。辺 MN と PC の長さの比は1、2であり、2つの辺は互いに平行である。中点連結定理とは平面幾何の定理の一つ。三角形の底辺を除く2辺のそれぞれの中点を結んだ線分、中点連結は底辺と平行であり、長さは底辺の半分に等しい。以下において和2つの線分が平行であることを表す。 三角形 ABC について、辺 AB の中点を M、辺 AC の中点を N とする。この時、三角形 ABC の中点連結 MN は、底辺 BC と平行であり、かつ中点連結 MN の長さを2倍すると、底辺 BC の長さに等しくなることを示し、中点連結定理が成り立つことを証明する。証明、分 MN の延長上に補助点 D を取って、 mn イコール nd とする。ここで mn イコール nd アンイコール nc であり、四角形アンクドの対角線は、各々の,の,の中点 n で交わることから、平行四辺型アンクドが成立する。平行四辺形の定義より ,amcd 平行四辺形の大辺の性質より ,am イコール cd が明らかになる。ところが ,m は変 ab の中点であることから、 AM イコールメガバイトであることを用いると、メガバイトイコール CD となり、メガバイト CD とから、一組の大変が平行かつ、頭頂であることから、平行四辺型 MBCD が成立する。平行四辺形の定義より、他方の辺の組についても互いに平行である、こと MDBC から MNBC が成り立つ。また、平行四辺型 MBCD の大変の性質から、 MD イコール BC が示され、補助点 D の設定より、MN イコール ND よりに MN イコール BC が成り立つから、底辺 BC と中点連結 MN について、中点連結定理が示された。なお、国内の中学校で用いられている教科書の多くで、図形の相似の単元の中で、三角形 ABC と三角形 AN が相似であることを用いた、証明の記述がある。 これは学習過程の便宜から証明として用いられている方法であり、掃除の性質を利用して示す特殊な例として扱われている。これは中学数学において相似な図形に関する知識を小学算数の拡大、縮小の操作を通して得られた図形の計量の知識の一部と捉え証明なしで使用している事情による。数学的には相似な図形の性質、 成立条件を含め、あらゆる相似に関する定理はこの中点連結定理と、その逆定理を繰り返し用いることで導かれるもので、あるため、これでは循環論法となって、教科書に証明として記載されている一連の記述は誤りである。中点連結定理は、三角形の二つの性質を含んでいる。すなわち、の両方をまとめて指す定理である。したがって、その逆は、 それぞれの結論と仮定の一部を入れ替えてとなるが、このうち B の内容は判例を示すことで容易に否定的に証明される。このことから一般に中点連結定理の逆と呼ばれる定理は A の内容であり、より簡単に三角形の底辺を除く一辺の中点から底辺の平行線を引くと残りの辺の中点を通ると表現される。この内容はまである。 三角形 ABC において、辺 AB の中点 M から引いた、底辺 BC の平行線と、残りの辺 AC との交点を N とするとき、点 N は、辺 AC の中点となることを示そう。証明、線分 MN の延長上に、MD イコール、BC となる点 D を取る。四角形、MBCD は、一組の大辺 MD、BC が平行かつ等調であることから、 平行四辺形である。よって、ABCD であり、また CD イコールメガバイトと AM イコールメガバイトと、から AM イコール CD。一組の大変 AM、CD が平行かつ等長であることから、四角形、アンクドは、平行四辺形。平行四辺型アンクドの対角線は、中点で交わることから、アンイコール NC。また、これとは別に、 中点連結定理の二つの結論の両方を仮定に盛り込んだ三角形の底辺を除く二辺の上に単点を持つ線分が底辺と平行かつ長さがその辺の半分となるときその線分の単点は各辺の中点になるの内容もまでありこれを中点連結定理の逆と呼んで定理の一つとして扱うことがある三角形 ABC において辺 AB 上の点 M と 変 AC 上の点 N を結ぶ線分 MN が底辺 BC と平行で、かつ長さが半分であるとき、線分 MN は中点連結となることを示そう。証明、底辺 BC の中点を L とすると、MN イコール BL かつ MNBL より、一組の大辺が平行かつ等調であるから、平行四辺型 MBLN が成立する。平行四辺形の定義から、 メガバイト LN。すると、中点連結定理の逆より、点 n は AC の中点。さらに MNBC より、中点連結定理の逆より、点 M は AB の中点。このことから、線分 MN は三角形 ABC の中点連結であることが示された。台形では、足の中点を結ぶ線分を中点連結と呼び、三角形の場合と同様、 方向は、底辺と平行になるが、長さは、底辺の相下平均となる。台形 ABCD において、足 ABCD の中点を、それぞれ M、N とするとき、中点連結 MN が、底辺 BC や DA と平行で、その長さの2倍が、底辺 BC と DA の和に等しいことを示そう。底辺 BC を延長し、直線アンとの交点を E とすると、 m n の設定から、ND イコール NC、BCDA の錯覚より NDA イコール NS、体調角より、AND イコールインク、これより一組の辺とその両端の角が、それぞれ等しいことが示されたので、NDANS、合同な図形の対応する辺で、DA イコール CE、また、AN イコール AN すなわち点 n は、線分 AE の中点であることがわかる。 線分 MN が安倍の中点連結であることから、中点連結定理を用いて、MNBE、2MN イコール BE、すなわち、2MN イコール BCDA。ありがとうございます。